はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、取消権者民法の120条について解説いたします。取消しできる行為を行った場合、後で取消しできるんですけども、誰でも取消しができるというわけではないんですね。取消しできる人、取消権を主張できる人っていうのは民法で規定されております。そこを今回勉強していきたいと思います。大きく分けて2つですね。大きく分けて2つあります。まず1項ですね。1つ目。行為能力の制限によって取り消しができる場合。まあ、つまり制限行為能力者が取り消しができる行為を行った場合。例えば、被補佐人が自分が所有している土地の売買契約を締結したとか。まあ、そういった場合ですね。そういった場合、単独で行った場合、補佐人の同意があれば、これ取り消しはできませんけれども、単独で行ったというのであれば、これは後で取り消しができます。まあそういった場合をイメージしていただくと分かりやすいです。で、こういった場合ですね、制限行為能力によって取り消しができる行為を行ったと。つまり、制限行為能力者が取り消しできる行為を行った場合、誰が取り消しできるかっていうと、まず制限行為能力者本人です。例えば未成年者だったり、成年被後見人だったり、まあ補佐人とか補助人とかですね。まあそういった方々です。で、二つ目が代理人ですね。親権者、後見人。まあいわゆるこの法定代理人と呼ばれる人ですね。親権者であれば未成年者の法定代理人。後見人。まあ未成年者の後見人は未成年後見人で、まあ成年者の後見人が成年後見人ですね。あとは代理権の付与を受けた補佐人。また代理権の付与を受けた補助人とか、まあそういった人ですね。で、あとは承継人。これは制限行為能力者がお亡くなりになった後、その権利を承継する相続人っていったイメージです。また同意をすることができるもの。これは補佐人だったり補助人ですね。また他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者。ちょっとこれについてはですね、すいません、個別指導で解説させていただきます。例えば、他の制限行為能力者、これを未成年者と考えて、この未成年者の法定代理人、これが被補佐人だったと。つまり、未成年者の親が被補佐人だった場合、この被補佐人、親が行った行為っていうのは、後で取り消しができるんですね。で、これっていうのは誰が取り消しできるかっていうと、この未成年者自身もこれ行うことができますよっていった話です。この他の制限行為能力者と当該他の制限行為能力者、これ同じ人なので、こっちが未成年者であれば、この人も未成年者、同じ人ってことですよね。未成年者の親が被補佐人だったと。この被補佐人が制限行為能力によって取り消しができる行為を行った。こういった場合は未成年者本人も取り消しができますよと。まあ、言った内容ですね。こことの違いは何かというと、こっちは未成年者本人がこれ契約をしていると、法律行為を行っている、取り消しできる行為を行っているんですけども、こっちは未成年者本人が取り消しできる行為を行ってないんですよね。あくまでも行ったのは法定代理人、親が行っているんですよ。ただその親が被補佐人だった場合っていうのは、これは未成年者本人も後で取り消しできますよと、まあ、いった内容となっております。で、続いて、瑕疵ある意思表示をした場合、この瑕疵ある意思表示というのは、錯誤だったり詐欺だったり脅迫、これらによって意思表示をした、勘違いをして意思表示をした、まあ、勘違いして、土地を売っちゃったとか、あと詐欺を受けて、まあ、土地を売っちゃったとか、脅迫を受けて土地を売っちゃった、まあそういった場合ですね。そういった場合、錯誤、勘違いとか詐欺を受けて、また脅迫を受けて意思表示をした本人、つまり勘違いをした張本人であったり、あと詐欺とか脅迫を受けた張本人、この人たちは取り消しをすることができます。これ逆に相手方はこれ取り消しすることは基本的にはできませんので、その点注意しましょう。あとはその代理人、この代理人って誰かというと、これら錯誤とか詐欺とか脅迫を受けた人っていうのは後で取り消しができるわけですよね。その取り消しについて代理権をもらった人です。これ当然代理権もらってるわけだから取り消しすることはできますよね。で、ちなみにこの代理人というのは法定代理人も含みます。法定代理人ですね。例えば未成年者が、勘違いをして契約をしてしまった、まあそういった場合、法定代理人、親権者だったり未成年後見人が後で取り消しする、これもできますよということですね。で、承継人については相続人、ここでお話した内容です。
つまり勘違いをして意思表示をした人がお亡くなりになった場合、その相続人は取り消しできますよと、まあ、言った内容です。ここに記載された内容すべて重要なので絶対頭に入れていただければと思います。で、この内容ですね、自分自身で理解できないって方はぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。